ちょっとご報告が遅くなってしまったんですけれども、先週プーちゃんを定期検診のため病院へ連れて行きました。で、病院で検査したのは歯の検査と、あとプーちゃんが良くなりやすい膀胱結石ですね。まあ、この検査を行ったんですけれども、まず膀胱結石については、まあ、若干ね、砂っぽいモヤモヤっとしたものはあるんですけど、結石と言われるようなこういう丸くなっているものは一つもありませんでした。今回はね、プーちゃん膀胱結石に関しては超優秀でしたね。プーちゃんは過去に奥歯が不正光合になってカットしてるんですね。要は歯がこんな風にどん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 離れていくタイプの不正光合なんですけれども、今回プーちゃんの不正光合は何とも言えない状態でした。まだカットする必要はないけど、これ以上伸びちゃったら危険だよねっていう状態ですね。これね、プーちゃんカットした後、過去に何度かこれはどうなんだろうっていう状態になったことはあるんですけど、結局チモシーをたくさんその後食べてくれたおかげで、再検査を行った時には歯が何も問題ないっていう状態になっていたんですね。で、今回も同じようにこれはどうなんだろうっていう状態なので、とりあえずチモシーをたくさん食べさせてくださいとのことでした。で、次の検査はまた3ヶ月後、もう年明け来年ですねになります。それまでとにかくチモシーをたくさん食べるということが課題なんですけれども、今プーちゃんが食べているチモシーはチモシーゴールドなんですね。これはね、プーちゃんが珍しく今までいろいろなチモシーをあげてきたんですけれども、唯一ずっと食べてくれているチモシーです。これをプーちゃんは好んで食べてるんですね。で、不正光合も防ぐことができてます。ただ今回これだけだともしかしたらそのまま伸びちゃう可能性もあるなと思ったので、以前視聴者さんからいただいておやつとしてちょこちょこ手渡しであげていたこちら、ウーリーの高原の朝どり牧草、これをチモシーゴールドに混ぜてあげることにしました。このウーリーの高原の朝どり牧草なんですけど、これは4種のミックスなんですね。麦、イタリアンライグラス、チモシー、オーツヘイが混ざってます。なので大量にはあげないんですけれども、こちらのチモシーゴールドに若干混ぜてあげるようにしました。そしたらね、案の定これはね、手渡しでも食べるぐらい結構プーちゃん好きなので、案の定チモシーもよく食べてくれています。ちょっと待って、プーちゃんおしまい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 と、まあこんな感じで3ヶ月間また対処をしていって、プーちゃんの歯を検査してもらいたいと思います。あと今回朗報なんですけど、プーちゃんの体重ですね。今までどん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 下がってしまっていて、プーちゃんもっと体重増やしてくださいって言われていたんですが、今回病院で体重測定をしてもらったところ、なんと 534g になってました。もうこれはお医者さん曰くベストな状態だそうです。この体重を今後も維持できるように、プーちゃんのことをよく観察しながら体重もうまくコントロールしてあげたいと思います。体重のコントロールはね、とにかくチモシーを食べてもらうことと、多少のペレットで栄養を取ってもらうっていうことぐらいなんですけれども、まあ、これがね完璧にできてればこういう風に体重は増えていくみたいなので、チモシーをたくさん食べてくれるように努力していきたいと思います。今後のプーちゃんの様子が気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。まあまあまあ、今回の検査はちょっとっていう感じでしたけど、なんとかなりましたね。あ、ちなみに前回お医者さんから3ヶ月後に来てくださいと言われてたんですけど、その3ヶ月後が真夏に直撃していて、今回夏がねとてつもなく暑かったので、検査に行くのに5ヶ月経ってしまいました。まあ、それでもプーちゃんはなんとか頑張ってチモシーもたくさん食べてくれていたので、まあ、その辺はプーちゃんに感謝しかないですね。